ありがとうございました。第1部は、終了、これにて終了となります。今から第2部でですね、ご自由にですね、ご見学していただいて、出入り自由、そしてまた、撮影もですね、自由にしていただいて大丈夫です。そして第3部がですね、21時半よりスタートいたします。ですので、21時半近くなりましたら席についていただければと思います。それまで、ご自由に、ご歓談していただければと、思います。お題は、Ah!
たい見たい見たい、あれが見たい、あれが、あれが見たいんだ。光はいつも闇の中、闇は輝き、光は鈍く、太陽青く、月は赤い、道化師の歌はいつでもおかしい、うるさい沈黙、この心が静かな喧騒に狂い歌う、ぬーん、街は光であふれて、ぬーん、明かり、灯り、光、ここには影がない、ぬーん、明かり、灯り、光、ここは勝負、ぬーん、怒り、怒り、怒り、ここは笑顔の戦場だ、ぬーん、どこを見ている、どこ見上げたところで星は空にはいやしない、よく見ろ地面を、星は地上でこそ輝くのだ、穴が開くほどにその目に焼き付けろ、天にある星はすべて土に飲まれた、なんなら穴でも掘れば見つかるだろうよ、中でもひときわ大きいあれだ、あれ、あれの影が見当たらない、ここにあるのはペーパームーン、ただの偽物、まがいもの、どこ、あれはどこなのか、あれはきっと闇物だ、そうすればきっとあれは影に照らされて、みちみちと音を立てて膨張するはずなのだから、そうだ、今にあれが満ちる、ヌーン、ヌーンにはムーンが見えない、それでもムーンが近づく、アフタヌーン、ペーパームーンにはもう騙されないぞ、月がなければさまようだけさ、月が見えれば満ち欠けますさ、だって誰かがいてただろ、満月は男を狼に変える、つまり男は狼、狼は獲物を探してさまよう、ハニーバニー、蜂蜜のようにとろける蜜月を過ごそうじゃないか、ハニーバニー、怖がらないで出ておいで、だけどそこにもうお酒はいやしない、いくら腹が減ったって多くの月を買いやしない、だからどこにもお酒はいやしない、だってここにはあれがない、
じゃあウサギもいなけりゃ狼も。あれいよいよあれが見当たらぬ。この手にあるのはただの紙。黒丸残してどこ行った。紙の月には月の神は宿りはしない。ハニーなハニカミバニーも、カミカミしたいオオカミのモンペ、ペーパームーン。結局空腹かっさばいてもあれがちっとも見つからない。満ち足りない。腹の虫が収まらない。虫の声では腹の虫がないらしい。それを笑うのは誰の声。スクロウ、ミス、オーガラス。泣いてる、泣いてる。泣き声、聞こえは満足できる。海に潮が満ちている。しかし私は満足できる。月光が満ちているというのに、それでも私は満足できる。月影が満ちているのに、満月には手が届かない。こんなにも嘘つきが満ちているのに、まだ満月にならない。手を伸ばせば伸ばすと月は揺れて形を変える。こんなにそばにあるというのに、まだ泣いている。虫が、鳥が、闇、あれは、いや待て、あれは何の鳴き声なの。まるで、ん、何、違う、あの鳴き声、赤い声、月光に月光する炎のように熱を放んだあれは一体。そうだ、赤子だ。赤子が泣いている。水鏡の月の中で赤子が生まれたいと泣いている。しかしこれは叶わない。なぜならそこは夢幻、形のないものは形をなさない。水鏡の赤子は親はいない。望む父はいない。産むに望む母はいない。そうして疎まれ、月へと帰る。そうして赤子は月の胎児へと戻る。胎児に戻って、孕まれ続け、狂気となって、事情を汚す。そうか、あれとは大使だった。うさぎうさぎ、何見て跳ねる。生まれ私は眠りたかっただけ。眠らせたかっただけ。だから私は夢を見る。暖かな腹の中、鼓動だけを感じながら夢を見ている。満月の夢、
月に溶ける夢、これは夢、それとも少女のお遊び、ままごとの夢。ありがとうございました。本日は、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。これにて、第1部から、第3部までですね、終了と、なりまして、特空な満月の夢お月見、これにて、閉幕となります。本当にありがとうございました。